皆さんこんにちは。先日のゲルマーカーに続き、文房具の紹介をします。学生時代、文房具オタクだったので、いろいろなものを集めては使っていたわけなんですが、特に、カラフルな配色が施されたものは、全部集めたくなってしまうという、頭のおかしな思考を持っていましたので、例えば、シャープペンシルの芯を、使いもしないのに全種類買ったりしていました。捨ててしまったものもあると思いますが、パイロットのネオックスや、ペンテルのアインなんかは、必死に集めていました。4B とか、4H とか、絶対に使うことがないようなものに、お金を出していたことを考えると、本当に変な学生でした。この他、シャープペンシルでは、ドクターグリップに、ハマりましたね。デザインやカラーがたくさんあり、全色集めようと、必死になっていました。色鉛筆を集めたりもしました。三菱鉛筆の36色を、大してお絵描きをすることもないくせに、欲しがっていました。ただ、カラフルな鉛筆を眺めて楽しんでいるという、わけのわからない趣味がありましたね。懐かしいです。他にも、学生時代に購入した文房具が、片付けで見つかるかもしれませんので、何か見つかりましたら、また動画にしたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。